そして実戦当日、君たち4人には今回もラウンド方式で3枚数勝負をしてもらう。今回もって俺ら出てないけど大丈夫？大丈夫か。制限時間やラウンド数はこれまでと同じ。おお、これまでと知らんな。ちょっと黙ろう。ちょっと黙ろう。だってさらわれたわけです。自分が出るっていう番組あらかじめ見とけ。番組なんすこれ。番組これ番組なんすか。番組です。制されたんじゃないですか。吊るさられた体の番組。あ、言っちゃった。言ったんすけど。おお。続けていいか。行きますよ。どうぞどうぞ。そして最終的に3枚数が多かったものが優勝だ。はい。優勝者は手玉に応じた賞金を得ることができる。ほう。そして今回はベテランガイドライター4人に集まってもらう。ベテラン。ベテラン。ベテラン。まあ無駄に年を重ねてる部分あるかな。なんだろうねこの小山の大将感。小山。まあ風格はすごいですよ。あ、そうか。そこ。なんか俺が引き連れてきたみたいな感じになってる。長竹君なんだよ。ああ、それで、それで行きましょう。でも違うんだよ。俺らは黒服に連れてこられたの。はい。東京から。はい。東京から。大変でしたよ。あれ。それちゃんと守ってよ。俺昨日大阪まで行ってきますって言っちゃいました。あ。連れ去られたって書かなかった。書いてないです。あ。それ。連れ去られた割には優勝者にはあの賞金出るから優しいんだ優しいんだ。ちょっといろいろ詮索はやめてくれ。続けていいか。いろいろありそうやけど、まあ、続けていいか。はい、では一人一人意気込みを聞いていく、うん、まずは中竹。中な、なんだって中竹一日2000。噛む、噛む。自分でも噛む名前なんで。なるほど、だから別にいいっすよ。噛んでもらって名前知ってるんすか。意気込みを頼む。意気込み、もうね、私はこの番組3回2、3回出てるんで、で、いつもいいとこ行ってるんで、で、いいとこ行ってる？うん、勝ったことはない。勝ったことない。優勝なかったっすよ。優勝はない。いつも2位だね。優勝なかったら2位なんすか？そう、そう。もう、車で寝てたい、脱落して寝てたいと思っても、勝ち進んでいって最後に負けるっていう、一番辛いパターン。一番ダメなんですね。でも、今日は大丈夫です。君らボンクラ相手だ。行っちゃいましたね。ねえ、テラスか。だってあの人なんか特にさ、なんか演出でアフーファー言ってるよ。で、物語作ってなんかアハーハー言ってたけど、もうその20は死にましたけどね。この人はさ、デメでアフー言ってるでしょ。なんすかこれって怒ってるだけだ。めっちゃ似てましたね、今の。なんすかこれってる。似てるの？似てる、似てる。で、この人はさ、この人はもう周り関係なしにぶったたいてるだけだし。まあ大丈夫っすよ。本当に。中竹さんも大概だと思うんですけど。え？言ったな。黙って寝たいだけっていう。言ったな今。言いましたよ。大概だと。はい。大概。おお、意識ある。バチバチやん。なあ。なあだ。あんまほら、俺一人で長く使うのもなんなの。はい。まあ余裕です。じゃあ続いて、お通り。はい、じゃあその余裕ぶっこいてる小山大将の寝首をね、書いてやろうかなと思います。お、もう言うね。はい、叩きつけますよ、手袋。持ってないですけど、今ね買ってこいよ。軍手でいいから。軍手でいいの？軍手でいい。わかりました、はい、じゃあ後で買っておきます。じゃあ続いて、赤坂先輩。俺、意気込みって言われると絶対特にないですっていうのがもうそう決まりになってるんで、特にないんですけど、うん、今までの集大成みたいなもんでしょ。集大成ここが、そうそうここで毎日が集大成だね。毎日が集大成。今までの自分の、そう、うん、普段通りやってることやるだけなんで、そうそうそう、結果勝つかどうか、まあ、結果はもう知らないです。まあでも、まあミスは少ないですよ。お、ミスは少ないです。お、勝つか負けるかは分かんないけど、まあ、ミスは少ないかなっていう感じですね。そう思ってるだけだろ自分で。まあまあまあ結果見てくださいよ。結果でね、実際強いと思う。ああ、まあな、うん、それはもう、ね、はい。じゃあ最後、佐久村。はい、どうも、佐久村教授でございますけど、まあ、意気込み言うても何か話してますか。ここだけちょっとやっぱ、いや違うよね。関西だよね、やっぱね。ちょっとございましてね、私、まあまあ頑張ろうと思ってるわけでございますけれども。水が合ってる感じがする。それそれ、それそれそれ。こっちの方面なんで、うん、どうしてもね、しかも実家帰ってね、いろいろ友達と話してたんで、移りましたね。まあでも、僕はまあ、こっちのね、地元の利を生かして、まあなんか、こっちの方も多分引ける気がする。俺は間違いないんで、今日はちょっとバッチリ引いてね、うん、まあ勝利に貢献、まあ貢献じゃねえわ。だって連れ去られた交通費を利用して、うん、あの10回帰ってたって、ね、一番の丸じゃないですか。一番の丸。もう勝ってます。力
そっちがあるんじゃないの。実家帰ったらね、あの車買い替えられてて、ね、新車になってましたよ。あら、そうそう。でもっとあのね、姪っ子とかになったりしたら、うん、姪っ子がもう高2なんですね。誰得情報、誰得情報。頑張るよ、こんなやったらもう。よりは歴と年齢はどういう感じの順番になるんですか。歴、まあ、年齢歴でいうと、私がパチスロ必勝ガイド歴20年、40、まあ、もうすぐ6ですね。はい、年が同期なんですけど2つ下で、一時バクれてたから、バクれてたから。でそれを考えると一番新人です、フレッシュ。ああ、そこで一旦キャリア切ったら、うん、切ったら、そっか、新人か、そういうことです。坂坂と佐久村は、俺と佐久村が同期、ね、完全同期で、俺が不祥があの初めて行ったら、赤坂君も行った、こんな状況です。はい、何年だよ。何年、2006年かそこのところだよ、ね、25か6だから、12年ぐらい。フレッシュピチピチの頃です。それはベテランだわ、ね、長いな、ね、よく持ったな。過去警戒。ここまでみたいな感じ。中田健。はい。ハーデスの調子はどうだ。最近ちょこちょこと勝ってたけど、総額270ぐらいですかね。マイナス。なんとかあのずっと今平たーくてですね。跳ね返っては来ないんですね。跳ね返りきらないですね。低空飛行。本当手強いなあの台。低空飛行じゃねえの、飛んでねえの。潜って地面の。ご頼み。はい、ブログ見たらちょっとオートレースのことばっかりで何かに分からないんだけど、そんなこと見られてんの、ね、色ついてたら歌舞伎ぐらいだよ。バーって出てるの。赤色が出たかもしれない。そういうとこ見られてるのか。イエス。今ねボートの流れが来てますよ。あ、もう片手間にやりやすいんですよ。それこっちの泥船降りて向こうの船に乗った方がいいんじゃないのか。何の話しますか。それは知らないぞ。はい、皆さんが、はい、あのなんか緊張してる。 上からなのか。赤坂、赤坂、はい、お前は途中で収録中に帰ったりすると聞いたんだが、それは本当なのか。本当です。いや帰るよ、学級崩壊まで。ちょっと今日は帰らない。いやちょっと、まあ、まあまあ頑張ります。俺の首だと思う。頑張ります。頑張って居残れるように。サグマ。あ、何や。特に何もない。何？何もない。長くなるからね。これ振ったらここに振ったら長くなるから。さすが。5分ほど考えたんだけどな。じゃあということで、はい、ファーストラウンドスタート。はい。ファーストラウンドは3時間。制限時間内に一番サマイ数が取れていない1名が脱落。セカンドラウンドは2時間。同じくサマイ数の取れていない1名が脱落。そして最終ラウンドは1時間での一騎打ち。最終的にサマイ数が多かった者が優勝。優勝者は参加者全員の出玉に応じた賞金を得ることができる。そして追加ルールとして、ファイナルラウンドのみ AT、ART 中の場合は延長して出玉を獲得することが可能に。各ステージごとに設定された剣時間をオーバーした場合は失格となることが決定した。午前9時45分、整備券配布開始。そして番号はこのような結果に。もう取れる機種ですね。まあでもゴッド系で凱旋かハデス、まあ、毎朝どっちとか迷うんですけど、まあそれもお客さんの付き方で、その店のねどっちを押してるかっていうのはやっぱ常連さんが一番詳しいんで、多い方行くしかないですね。どうかな。理想はディスクアップですけどね。まあ取れないと思うんで、さすがにどこも激戦区だから。ちょっとアレックスあたり行けないかな。
とりあえずね、何打つかってなったらね、まあまああれでしょう、絆とか凱旋とか行ったらいいんでしょうけれども、それ言った瞬間このチームメンバーだと負けになるんで、お前あんなの言ったんだ、勝ちに走ったのかって言われるので、そうですね、久しぶりに乙女打ちたいな乙女の新エンドが打ちたいな、あの勝てる感じの内台を打って勝つのが好きなんです11番で何でも取れるんですけど、まあどうだろうね、どうしよう、まあなんかね、コトロニさんと坂村がディスカップを打ちたそうだから逆に先手を取ってそこを埋めようかなっていう感じがね。でこれどっちに行けばいいんだろう、多分バラエティこっちにあるはず、ディスカップ取られるかもお前の人に。あー取られた、はえ、俺11番だったんやな、え取られるのか、じゃあ凱旋打つかな、じゃあ一番ハマってる台打つか、凱旋まだ立ち回る、もう720がある、じゃあこっちにするか、渋々、あーそう、ラブジョイっていいですか、ラブジョイ最初だけラブジョイ行かせてください。終わった、よしこれでいいやあ、俺の言う覚悟権が、じゃあこっちのね、バスの戦国乙女真因に輝く桁掛け小生で、とりあえず、あーまだ落ちる、とりあえずやっていこうと思います。まあまああれっすよ、勝てねえと思うんだけどひどい目にあったこといっぱいありますけど、まあ楽しい思いもあるんでね、ちょっとこいつで頑張ってみようと思います。誘ってるよこれ、いきなりここだもん、あ、ハーデスの方が多いな、目についちゃったとこ最優先、ロニーはほら来た、バラエティラブジョー、はい、いやそれが君のスタイルなら、はい、俺は別に口出すつもりないけど、はい、ちょ勝手の知らない店じゃないですか、はい、いきなりバラエティーからっていうのはどうなんですか、あんまりないと思うよ、おおあまあいいんだけど、いいんだけどね、佐古村はあいつもだよどうなってんだよパチスロー必勝ガイドなロニーにも言ったんだけどよ、はい、なんすか、いいよ、あの、まあ、ライターとして好きな台をね、はい、打ち続けてそれを楽しさをみんなに伝えるっていう、はいはい、そういうのは分かるよ、だけどこれは勝負なんだよ、はい、え負ける気ないっすよ、あの負ける気ないのも分かる、俺も負けたくない、はいはい、それも分かる、だけどちゃんと考えてみよう知らないじゃんこのお店のこと、はい、知らない店のバラエティで本気で勝ちを狙ってる人ってどうか、まあ、客観的に考えてみる、はいはいはい、まあちょっとねあれですよね、おかしいなっていう部分もあると思いますよ、まあでも僕それガチでないんでガチになってくんないと、おいいんですか、ガチになってもおガチになってもらって、はい、いっぱい出してもらって、はい、さらにその上を俺が行って、はい、賞金額アップなるほど、あの勝つにしても勝ち方があるだろう、坂上さん的にも俺様の養分になれなるほど、正規末っぽい感じになるんですか、だからこういうのを売ってほしくないの、なるほどね、ちゃんと立ち回ってほしい、わかりました、わかりました、大丈夫です、打ちます、頼むよ、いやいやいや、これが手なんて限らないわけですから、まあそうだけど、そうだけど何打つんですか、ハーデス取っちゃった、入り口入ったから入ったら見えちゃったからさあハーデスだっつってそれこそやる気ないじゃないですか、ハーデスダメだって言ってたのに、あるわ、お客さん多いわ、多いってまあそうっすけど、だどの機種を優遇してるかっつうのは常連さんが一番知ってんだから、はい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 、分かりました、まあまあそっちで調子がいいようならば俺もそっち行きますよ、
まあ頑張って頑張って大が頑張る、はい、いっぱい出るように。そしてベテランガイド勢の熱き戦いが幕を開ける。よし、じゃあそんな感じでね、この台設定自体もねそこそこ分かりやすいんでね、とりあえず得点の形で取ろうリプレイから大当たりがね発生するようならば、その頻度でまあ大体分かるんで、これが普通のリプレイで、確か斜めリプレイってやつ。俺もこれあれだな、1年ぶりぐらいに打つな。まあ土台入ってないっていうことも分かんないですけど、でも意外となんかいけそうな感じもあるんで、まあちょっとしばらく様子見よっかなって感じですね。確定しか回ってませんでしたよ。これワンチャンフリーズあるけ？いったー！やっ、初めて引いた。有罪バトルのマックス確定するはず。よったー、やったのぜー。これリプレイが揃うはずです。 Thank you。 さあこれであれですよね、もうあのよお前勝つ気あんのかよとか言ってたあのおっさんの鼻を明かせるときはついに来た。マイル、さあじゃあちょっとたっぷり10発ぐらいストックもらっちゃいましょうか。ふん、各国の平定を推し進める信長殿との戦いは、まだ報告しに行かないですよ。報告しに行くってが打つとあの良くないことが起きるんで、全然あの乗らないとか、まずはここで冷静に信長より普通に有罪バトルを打たせてほしい。いや引ける気がしたんだよなと、とりあえず言っとこう。ここの曲が死ぬほどかっこいいってことを覚えてる。一戦目は継続します。でこんな感じで乙女ボーナスをとりあえずねバトルを継続するためにストップです。こっからが重要なんだよ。あーよくないこれ。ほら断髪じゃねえか。もうだから怖いんだよこれ。5発ぐらい欲しいぞ。はい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 、はい、こんな感じね。はい、ああこんなこともあるんで、まあ、白ならもらったし、あと1発もらえるからここでなんとかするしかない。新規新馬でいったっけな。はあ、よし、ちょっと他の州に報告しに行きますか。やったぜって引いたぜって。はい、ではなんかちゃちゃ入れられましたけど、パスローラブジョー行っていきたいと思います。まあ、いっか、これで。あ、間違えた、分かってる。お客様、そのような行為は当店ではご遠慮ください。腹ぶっちゃった。わざとじゃないの、わざとじゃ。確率。うん、あれ。ただです。
超えない、お店前から超えない。あ、いたかな、ジャズ役いたかな。いいぞいいぞ、もらったでしょ、ほんともらったでしょ。はい、ありがとうございます。111ゲーム、まあ、セットテンションが、あの天国の100ゲームじゃないですけど当たりました。マイク出しました。ありがとうございます。と111ゲーム、まあちょっとね、実際には1ゲーム目にペナルティーくらやっちゃうっていうのはありましたけど、まあ当時は111ゲームで投資は3本150枚です。はい、ギリギリですね、残り6枚だから。この辺はね、 AT 機のいいところですね。すぐ枚数が増えるから OK。 いきます。こっからや問題は、まあそうなんですか、ね、まあゴワゴワです。100枚やめて、あんた引いたかな、いいとこで引いたかな。あれ右上がり出る、よし。さあ100枚もうちょっと、これで200枚はある、ないか、200枚届かないか。まあ100枚110枚に比べたら断然いるでしょ。よくあの100枚110枚ですから。ありがとうございます。いきます。どうだ、ほい、ミキです、よろしくね。はいよ、もう一丁ミラとね、そこまで強くないですよね。爪はもう恩恵特大ですけど、光るか眩しくて気が見えない。超楽しかった。どうしよう、私、ありがとうございます。まあ、こっちがいいですね。上乗せはやめて、いきますよ。うわー、50枚か、まあ、なんもないよりマシかなっていうところですね。ゴーです、よろしくね。はい、長屋弁の人です。ねえねえ、行こう行こう行こう、ごめんね、容赦ないっす。300枚届きませんでした。
疲れ様でした。ここを越えてほしいんですよ。そんな簡単には当たらないよね、お店前だったら。お、ほどっと。おめでとう。ありがとうございます。まあ、グフだもんね、まあ。ではないようですが、まあ単発ではなくてよかったです。
付けたペルソンだけで得にはないです。まあ、500枚弱でだから少しは持つかなってことですね。またラブゾーンありがとうございます。まあ、何の順ゲームでラブゾーン、まあいいとこでねポポンって聞いたからでもあると思いますが、ラブゾーン自体は15位。あっ、おじさん、まあ、少し増しかなってとこかな。あ、待て、パターンがちょっと増した。この次で結果出る。なりました。ありがとうございます。おめでとう。素晴らしいですね、マジで。ただそろそろちょっとね、フードロイがあってもいいかなと思うんですけどね。抜けてはいないけど悪くもない。3次元も近い、120枚だったかな。どう ?50 枚とならない？とならないか。さあ、ね、ふた。ピン110。ありがとうございます。誰？原さん。はい、頑張ります。何歩ね。いやー、ないでしょ。行かないでしょ。最短コース。何も行かなかったですもんね。平時中に。はい、ズバーン。いつもの。あ、六本木に行っちゃったケースか。はい。やりましたよ。フリーズ行きました。何だって？ 80% 継続の有罪バトル引きましたよ。あ、なんでしょう。何これ。単発。嘘だ。俺だからいっぱいあののっけで報告しに行こうかなと思ったらこのざまですわ。まあ抽選おかしいっすよ、あれは。まあ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 、2発あるんで、いや他の州にも行ってくるんで、あの頑張ってください。わーお、わーお、わーお、ハマってんな。やばい、アグフリーズヒーター、フリーズヒーター、何の？あの乙女のやつ。熱いの？いや、80% 継続の特化ともらえるだけ。あー、神戸戦に一発やった。あんま、あのそんなすごいことになる感じじゃないから。やるなぁ。むしろあと1000円で、そうそうそう、性欲かどうか分かるから。あー、なるほどなるほど。あ、伝説そうか。いや、ここは多分リセットしてる。ポイだから。なるほどね。もうもっと。はい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 。あと20ゲームぐらい。了解了解。頑張って。まあ、普通にリセットから天井するときくるよ。まあ、わしだけど。熱い。向いて、立派。そう。いや、さっきの V 揃っていいんだけどな。うわ、まあ、これでわかるから天井から、まあまあ天井でしょ。モードは
通常以下だったから、まあ色は白い。ユーザイフォン見えるか。あー、すげー、OK です。あー、マジ頼む、ここだけは停車してほしい。お願いします。あまだあるな。あー、ない三発か。はい、お疲れ様でした。さあ、行こう。マジやることねえな。花火ってチャンスだって。長竹さん、おい、どうしたんですか。興奮してたんですか。興奮し、いや、花火、花 87V 花火 7V 花火みたいな花火あるだろ。それは無理な。花火あるだろ。花見見はあるけど、花火はなかったと思いますけどね。あるよ。あ、触れてきました。えらいのか、それ、はい、それえらいのか。 80% の特化ともらえる感じです。 80% なんかすぐ落ちるわ。単発でした。単発でした。一発で終わりです。 20% 強いね。一発でした。以外誰も当たってない。ソフト組はお疲れ様でした。まあまあまあ、とりあえず今のところ僕は優勢やと思うんで頑張ってくださいよ。いいですか、ハーレス打ってて。もうやめられないよね。はいはい、まあこれガッていくから、ガッと。確かに、そろそろ順度多いんで。はい、頑張りますよ。はい、じゃあ、ドゥーン、ほら来た。ドゥーン、食べ。542ゲール投資18本。まあ早い方かな。ありがとうございます。3桁いっとこうぜ。何もなし。まあまあ、よしよし。まあまあ、これでいいやろ。いい、終わるゲームでこれやめて。まあいろいろ通すね今日ね、今のところね。よし、これをどうにかやりくりしていこうと思います。千里世代ハーレスに来たら割り下がるじゃないですか。割とか関係ねえんだよ。割とか関係ねえんだよ。
バリを超越して負けてんだからよ。天井ナンバーでした。これならワンチャン打ってもいいかな。準備中の集団リプで後乗せ200とか。うそ。まあないよね。やりくりできませんでした。まあ枚数は凱旋の1セット分以上、まあ調子悪くはないですよね。俺のコンディション。いやとりあえず672ゲームでとりあえずね投資1万3000円でフリーズ引いてこのザマという感じでございますね。今んとこだからここがとりあえず50枚貸しなのかな。10枚貸しで、650枚になるんですね。650枚をこっからちょっと出さないことには話にならない。期待値2000万円ぐらいあってもおかしい、いやおかしくないやつを引いたはずなんだけどほんま単発で終わると思わんかったまあでもとりあえずフリーズは引けたからそれでよしだよ。問題ない問題ない。確率確か16384分の1ぐらいだったっけな。リプレイの一部であんな感じでフリーズが発生する感じですね。それでとりあえず白7の発当たりと有罪バトルの最高継続もらえるっていう、えそんだけって感じですね。まあこの頃はもうあれかな、全部メインでいろいろ制御してる時代になってるんで、あれこれとねいろんな要素を詰め込むとねちょっと容量が足りなくなるんで、じゃあ容量どれぐらいあるのって話なんですけど、だいたい7000KB らしいんでメイン基盤自体は。だからねなかなかねいろんなものを入れるわけにはいかないっていう、そんな入れてたら他のね数値系が入んなくなるっていうね。そこら辺あたりのほら写真とか撮るじゃないですか、あれのほら何メガバイトとかっていう単位になってるわけですから、あの写真の、いやあの写真よりも容量がないんですよなかなかのもんですよ本当。おお、まあ、新乙女しかないかも。これで有罪チャンス出てきたらな。よし、これでとりあえずほとんどの投資分は返ってくる感じかな。300枚ぐらいは400枚ぐらいいけるか。さあ、いいかつよ。はあ、よし、おまじない完了。邪魔するものは全て禁止。やっぱシーン行くね。さあ、さっき 80% 継続が一発で終わっちゃいましたけど、これ終わらないんでね、絶対連チャンするんで。ああ頼むなんで赤いんだてめえ。でまあ歌ってるかも、歌ってるな。セーフセーフ。これでマジ全部戻ってくるんじゃないのこれ。さあこれ白7引きたい。あーこの有罪がもうちょっと多ければな。青止めボーナスでしょ。うん、よし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 。さあ伸ばすぜこっから。そしてあわやくばもう一回有罪チャンス入れたんぞ。まあそっちだわな。
ここで負けてしまうとちょうど取り戻せないな、この一撃じゃ。頑張ってくれ、マジで頑張ってくれ。うん、青いのがいい、青いのがいい、青いのがいい、青、青かい。嘘だろお前。あー、いやー、もうダメ。立てよ立てよ立てよ、立って最終決戦行けよ。よし、行った。もうこうなったらほぼほぼ当たってる。ここで今負けること自体がなかなか珍しいんで、やってるでしょう。うわー、負けたなんでうそだろお前、負けたちょっと待って、最終決戦ガセんねえって、そんなに。よし、移動しよう。最悪だよ最悪だよ、なんだこれ。今んとこここら辺のあたりも全然ありかなって空気漂うな。こう入ってきた時に、あそこに中竹さんおるわって時、ここら辺あたりも全然戦えそうな。で、角っこあたり、でも角そんな強くねえんだよな。よし、マジで見て、よし、とりあえずこいつでしばらく様子を見たい。どうしよう、やっぱあと1回はどうにかしたいかな。1回はまたお前か、すっげえ偉そうに見えっけどさ。まあよく上がる台ですね、やっぱ背置きかな、昨日大きくハマってないんで1回も。で、テンパイちゃん、まあ凱旋だけど、前日最終1000ゲームぐらいの台が据え置かれているってことを考えたら、まあ据え置きメインなんだろうね。ただリセット挙動がある台は上げか下げかってことになるんだろう、まあ、それか人事中閉店とかさ。だから昨日ここに出てない台がなんかリセット挙動だったら上げなんじゃねえかとかね、まあそういう狙い方ができるんじゃないでしょうか。一気にミノスまで落ちました。まだいます、まだ上にいます。ねえやと思ったら氷ごときで焦げ目レバーで何も起きなくて、左で来るかとかってやるのまあいいかなと思ったらありましたね。バー111ゲーム、早い、持ち球で粘りました、ありがとうございます。金だ、ここよ、ここ。ジューン。
まあこれがハーデスっていう台です。またオケアのステージか。30くらい後乗せくれよ。来ました。10か30か欲張って、じゃあ200ゼロ、ゼロ止まる。10かよ。まあないよりかはいいけど。また多いですね。嬉しいですね。次回、思わぬ結末にメンバーたちも騒然。あっと思った。つけるとここでレギュラーとかしょっぱいことはないです。よし、まだ戦える。優勝目指しましょう。いけるいけるまで全然いける戦える。いや本当にリアルに帰っちゃうよ、マジで。レビュースタート。最初のドロップアウトは一体誰だ。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ